見た目的にめっちゃかっこいいじゃないですか。でレスポールでホールが開いててビグスビが乗ってるって、なんか3つ全部揃ってるじゃんみたいな感じになっててそのかっこよさがすごい出てるなと思いました。軽いんですよすごく。そのやっぱレスポール普段弾いてるんですけど、レスポールも結構重いんですけど、これはすごい軽くて、あのまずとっても弾きやすいっていうのがまず一番先に来たんですよね。で何気になんか生音が一番でかいっていう、なんかこれはボディサイズなのか何なのかちょっと分かんないんですけど、これ生音でっかいなっていうのは素直に感じましたね。レスポールとやっぱ違うのはこれやっぱりサイズはレスポールと同じなんですけど、このポールなんでやっぱりクリーンのリッチさっていうのは断然にこっちの方がすごい響くんですよね。やっぱり多分クリーンの音色でずっと弾きたくなる、レスポールよりもむしろこっちの方が弾きたくなるなと思いましたね。感じはやっぱ違いましたね。あのビグスビーが乗ってない方がもうちょっと339に近いっていうか、あのビグスビーが乗った方がやっぱりバリッとするんですよね。これはなんか他の339とかもそうなんですけど、このハイが伸びるっていうか、ハイが伸びてるのかローがいい感じに削れてるのかちょっと分かんないんですけど、ビグスビーの方が派手なんですよね。クランチ弾いたりしてもビグスビーの方が派手に聞こえるんですよね。なんかそれはすごい感じましたね。同じこのイースレスポールでも確かにまあ普通のに止まってるよりは動きますけど、でも普通にライブで実践で使っててとても毎曲チューニングしないといけませんっていうレベルではないんですよね。実は僕もだから今普通にずっとメインで使ってるのはビグスビーが乗ってますけど、全然そこまでチューニングに不安感があることはないですね。これはもう完全にレスポールが好きなんだけど箱のあのサウンドがって棒好きっていう人がチョイスするにはもうこれですよね。いや見た目的には完全にこうレスポールなんで、でサイズ感的にもまあ339よりもっと小さいし、それに多分もうレスポール弾いてるのと変わんないんですけど、クリーンのサウンドもそうだけどクランチしても歪みにしてもちゃんと箱の感じが出てるので、これはある意味夢のマシンみたいなことになってるような気がするんですよね。なんで今までなかったんだろうみたいな。